マインアシャフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、アシャフフェンブルク軍に属す、町村である。マインアシャフの土地利用図。ピンクが市街地、白が緑地、草地、緑が森林である。マインアシャフは、アシャフフェンブルクの西に境を接する。マインガーウガンに位置し、ヘッセン州との宗教にも近い。 町内の最高地点は、シュテルンベルクの南西約700メートルの地点で、海抜およそ330メートルである。最低地点は、マインガーカハンの108.5メートルである。マインアシャフフは、単独の地区からなる、自治体である。マインアシャフは、北西は、ヨハネスベルク、東から南東及び南にかけては、アシャフフェンブルク、南西は、 シュトックシュタットアムマイン、西から北にかけてはクラインオストハイムと境を接している。この町はかつてはアシャフ,フと呼ばれていた。これはこの町が面しているアシャフフ側に由来する。後に近隣に存在する同盟の別の集落と区別するためにマインが付けられた。地元の方言ではこの町はモーオーシェフと呼ばれる。 様々な資料や文献に記録された、この集落の表記は以下の通りである。マイン・アシャフフは、ローマ教皇ルーキウス3世がアシャフフェンブルク修道院に対して発行した1184年の特許状に初めて記載されている。12世紀の初め、主に農場からなっていた、この小さな集落はアシャフ,フェンブルクの聖ペテロ及びアレクサンダー修道院の所有であった。 主に果樹栽培や漁業で暮らしていた住民たちは、その永続的な支配下に置かれ、労役に借り出された。1862年7月1日、別クスアムとアシャフフェンブルクが創設され、マインアシャフフはその行政管轄下に置かれた。1872年にマインアシャフ,フは独立した自治体となった。1939年、ドイツ国全体に、 ラントクライスという名称が使用されることとなった。マインアシャフは旧アシャフ・フェンブルク軍の33市町村の一つとなった。この軍は1972年7月1日にアルゼナウィン・ウンター・フランケン軍と合併して新たなアシャフフェンブルク軍として統合された。1917年から1972年までマインアシャフ近郊のアンカー合戦の高台付近に マイン川を渡ると補強や水流を利用した発電施設、イカダ用水路を有する席が設けられていた。水門と魚道は、シュトックュタット川に設けられていた。2014年3月16日の町、議会議員選挙以降、マインアシャフ,フの町議会は、20議席で構成されている。図柄銀の波状の逆 Y 字図形で3分割。向かって、左上は、 金と赤で6分割。向かって、右上は赤字に直立した銀の車輪の半分。基部は青字で塗りつぶされている。解説、波状の逆 Y 字図形は、マイン側とアシャフフ側の合流を象徴している。これは、町の名前も示している。左上部の赤と金の分割は、歴史上この町の一部が属していた、リーネック博の紋章から取られた。半分の車輪は、 1803年まで属していたマインツ選定工領の紋章である。基部の青と逆 Y 字の銀は1816年からこの町が属しているバイエルン州の色である。マインアシャフの紋章は1968年8月28日に認可された。14世紀からブドウ畑として利用されてきた大きな丘陵地で礼拝堂やマリア像があるカペレンベルクは 何、世紀も前から巡礼地となっており、多くの巡礼者たちの目的地となってきた。公共施設は有名なハイキングの目的地となっている。この山には、今世紀になって、やっと一般に入場できるようになった古いブロッテがある。この山は、2005年から再びワイン畑として利用が再開されている。このかここには、ベッテラウマインタウバー陣地の 数多くの爆破された統治下がある。アウトバーン A3 号線が拡張されるまで、かつてのパーキングエリアには、列中寺院の形をした展望台があった。マインパルク勢約24ヘクタールの湖、マインパルク勢は、1950年代にアウトバーン建設のための春節庫として形成され、キャンプ場や水浴場として利用されている。2005年からマインアシャフ,フの、 マインパルク勢の湖畔にドイツ最大規模のサウナ施設が存在している。ここは一般にアクセス可能な均衡があった保養地である。マインアシャフフのシュトリートバルトにはかつて採石場として使われていた火山の噴気口があり、観覧石や霞石が産出される。マインアシャフフの住民は砂地の工作地であることから、ザントハーゼンというあだ名が付けられている。直訳すると、 砂のうさぎという意味だが、軍隊用語では、不評という意味もある。この文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。